い、トラワルのパルマ、続きからやっていきたいと思います。メッセージが来そうですね。欲しいわけじゃないみたいよ。ああ、あれね。あ、もう送るのもないんだ。で、外何これ。ああ。今日はいいワインが手に入りました。そうなんですね。ええ、今晩にワインを開けたいところなのですが、いいワインにはいいつまみが必要だと思いませんか。あ、そう、白いのでさっぱりとした味付けのつまみがいいですね。例えばエビとキノコのアヒージョなんておあつらい向きです。つまりそれを持ってくればいいんですね。よくお分かりで。ではどうぞ。これがレシピで。あ、そう。アヒージョぐらい自分で作りなさいよね。そんな大してさ難しいものでもないじゃない。もう本当に、ユタちゃんいなくなったらどうすんのよね。あ、まあって感じだよね。どこに置こうかな。ここでしょ。これ増えてる。よいしょ。こんにちは。あら、いらっしゃい。今日も作ってほしい料理のレシピを持ってきました。あんたもなんだかんだで須田さんのお使い楽しんでるみたいだね。そうなのかな。あの人がクズ野菜を取りに来た時に少し話したわよ。須田さんどうですか。そうよ、いつもありがとうございますってさ。あんたをいいように使いすぎって一言物申してやろうかと思ってたんだけどね。綺麗な顔でニコニコ言うものだから、なんだかどっけのカレー食べた。それで、わかるわかる。なんかそういうのあるよね、言ってやろうと思ってんのにね。わかったよ。オッケー。材料何がいるの。待って、なんか作ってないのありすぎ。困る。これ全部売ってんのかな。また来てちょうだいね。ちょっと売ってるかどうか見に行っていい。あ、またメール来てる。メールよし。今度の石は多分ガーネットだな。宝石の原石が見つかるなんて言うと一体どういう探し方したんだ。これ金笠話かな。雑貨店。いらっしゃい。エビとキノコと、あ、全部ここで買えるよ。今回の簡単だ。また来てよ、うん、お客さん。ただこれね、ここばっか来るとさ、あのトークテーマをさ手に入れられないのがネックよね。その噂話も気になるけど、マダムの言った通りになったな。マダム言って何者なんだろうか。そうね、ちょっと私怪しいと思ってるよ、うん、内心ね。浜辺も出てるけど。いらっしゃい。ニンニク。また来てよお客さん。あとなんだ、ニンニクとエビと、え、なんだっけ、ニンニクとエビと、お年寄りやんね、さっき見たの忘れるって。ニンニクとエビと、あ、キノコキノコ。キノコキノコって。いらっしゃい。そうそう、キノコキノコ。よいしょ。また来てよお客さん。めっちゃ買うやんってね。で、先に浜辺行っとくわ。うん、作る前に。おじいさんこんにちは。お前さんか、最近そこの洞窟には入っておるか。ガネと拾ったよね。行きました。それならお前さんも気づいたかもしれんの。このところなぜか洞窟で珍しい石が取れるようになっての。わしも初めて見るものばかりで驚いちょるわい。そうなんですね。天変地異かの、何にせよ面白いことがあるもんじゃ。また行ってみるといい珍しいものが見つかるかもしれんぞい。ありがとうございます。くれぐれも足元には気をつけるんじゃぞ。優しい。もう一度行ってみようかな。なるほどね。これで行ったら見つかるよっていう。その前にちょっと料理作りに行かなきゃいけないのよ。石も欲しいんだけどね。よいしょ。あら、いらっしゃい。アヒージョ、はい。また来てちょうだいね。
私アヒージョそんなに好きじゃないのよね。だから須田とはね多分合わないんだと思った趣味が。エビとキノコのアヒージョを持ってきました。ありがとうございます。オリーブオイルのいい香りです。エビとキノコがたっぷりでこれは間違いなく美味しいでしょうね。今夜のワインが楽しみになってきました。これはお礼をしなくてはなりませんね。お礼ですか。ええ、お礼に私の独り言を聞いていてください。彼は幼い頃施設の小さな子供たちから大変慕われていたようです。何でも体格で勝るいじめっ子に立ち向かい喧嘩で勝ったんだとか。負けん気と正義感が強かったんでしょうね。なるほど。へえ、意外。喧嘩するタイプにはあんま見えないじゃない。洞窟。おじいさんも言ってたし何か見つかるかな。奥で何か光ってる。何の石なの。あーちょっと分かんないな。ガーネットとかぐらいなら私でも分かるけど、ピンクってむずくない。さあ、ちょっと時間が空いたのでどうしようかな。しんちゃんに会いに行こうかな。ね、どうしたの。どうしたの。恋に落ちたってあなたならどんな時に気づく。気づいたらその人目で追っていて目があってドキドキした時。好きになった時か。私なんかあれだもん なんか一緒にいたいとか思い始めたらって感じ。だからまあずっとそういうの考えてるってことなのかな結局。わかるわ。頭の中がその人のことでいっぱいになっちゃって書類の提出とか忘れちゃうのよね。っていうのもね、私最近恋に落ちちゃったみたいなの。職場でそんなことってちょっと悩んだけど、違う部署だしセーフよね。セーフ。その彼物腰柔らかいのに言うことはズバッと言う。そんな飴とムチが絶妙なの。思い浮かべるだけで心が潤っちゃう。やっぱり恋と愛って不可欠よね。そうね、エルトの間でお肌の張りつやが全然違うもの。化粧水を叩き込む手に力が、やめなよ、叩き込むのよくないと。恋していたら私にすぐ見抜けちゃうのよ。すごいわね。そうね、恋に落ちた時難しいわね。よいしょ、はい、ごめんね、なんか石ばっかり送って。あ、ちょっとつまんないよね、石ばっか来てもね。どこに向こうかな。ここでしょ。はい、何個石あるんだろうね。そっか、いとこか。もじくん、どうかしたの。最近メガネフレーム歪んできた気がして、音ゲープレイしたらずれ落ちてくんだよな。それで新しいの買おうと思ってネットで探してるんだけどいいのがない。今使ってるのと同じなもう売ってないみたいだからいろいろ悩む。そうね、私もメガネはネットで決めてから割と行きがち。買うときは、まあでもね、店頭行くと結局ね、なんかこっちの方がいいなとかなるのよ。だから店頭行った方がいいんじゃない。てかメガネ屋なんて島内にはないし、わざわざ本土には出たくないし。なんか見てるだけで疲れた。もういいや、自力でなんとかする。それぐらいなら自分でも曲げられ。ね、待って、もじくんのメガネっていうトークテーマを送るのはちょっとどうなのかなと思うんだけど。あ、クンツァイトなの。私クンツァイト好きよ、名前が。なんだろう、テイルズにクンツァイトってキャラがいるのよね。それが私すごい好きで。はい、分かる人は相当テイルズ好きな人って感じよ多分。どうしよっかな。農園行っとく。お野菜ください。あら、あ、トマトくれるの、ありがとう。まあね、農園はちょくちょくもらっとかないとね。あ、もう今週出てたよ。
インカローズやガーネットとは違った魅力があるよな。マダムはなんでこんなことを予言できたんだろう。謎深まるばかりだな。ムジ君のメガネ。もうホラーだよね。ムジ君のメガネ。話した方がいいんだろうか。何まだ話してないことがあったってこと？千秋が話をしづらいのってやっぱり黒岩財閥に関係してるからかな。昔からいい噂を聞かないって言ってたし、何か調べる方法ってないのかな。黒岩財閥がだから悪いのよ。うん。なんかもうね、そういうなんか、私財閥とかそういうの全部私悪者だと思ってるから、よくないね。こんにちは、もじくん。あんたか。今日は何の用？ある人のことを調べたいんだけど。ある人？誰？千秋鹿島。本名だよな。本名は優吾黒岩。黒岩？それって黒岩財閥とは無関係？はあ。僕前に言ったよな。黒岩財閥はヤバすぎるにも程があるって。調べないよ。前にもこれ以上調べないって言ったと思うけど。ムジ君以外いないから。それで突破しろって言ってるようなもんだけど。なんかなんだかんだでもモジ君優しいよね。これが本当に最後だから。はい、これ。え？疲れた顔してる。うん。ヘッドスパワイヤー。ゲームしてると目も疲れるし肩も凝るからダメ。いや、私もそれ買おうかな。結局マッサージするときに片手が塞がるから使ってなくてそれあげる。でもどうして急に？あんたがそんな顔してたら、その、千秋ってやつも、心配するだろうから。何か分かったら連絡する。え、もじくん優しい。さすがもじくん。いいね、もじくんの好感度はちゃんと上がっていくよね。メガネを使ってると日常生活もいろいろ不便がありそうだな。じゃあ君いいの？でも似合うと思うよ。て似合うのよ。あの、ね、夢アプリでメガネつけてるけど。似合うよね。こんにちは。おう、あんたか。こんな何もねえところによく来るな。あ、そうだ、こんなもん見つけたが、あんた持ってっか。ありがとう。橋の奥で見つけたんだよ。普段あまり行かねえ場所なんだが、たまには手入れしねえと雑草が伸び放題になっちまうんでな。さっき言ったらこの石が草陰に転がってたんだ。俺がモテても仕方ね。あんたうまいこと使ってやんな。ありがとうございます。へえ、こんなとこに落ちてるって、なんかマダムがばらまいてんじゃないの？なんかちょっとそんな気しない？よくわからないけど、褒め言葉として受け取っておくよ。日々私は褒め言葉しか言ってないよ。うん、はい。監視のカリオです。え、何？お話ししたいことがありますので。ムジ君がさ、あれしてたのがバレたとか？はい、千秋鹿島の件になります。すぐ行きます。違うかな。お待ちしていました。千秋さんについて何か分かったんですか？彼の妹が判明しましたので共有いたします。彼の本名は優吾黒岩。黒岩財閥の黒岩元理事の息子です。はあ、そうなんだ。いや、なんかさ、まあ、黒岩って時点でさ、その絶対関係はあると思ったけど、息子なんだ。これは？この子供が彼、隣に写ってる男性が鉄尾黒岩氏です。鉄尾。親子にしてはだいぶ年が離れてる。うん、ほんとね。え、何？なんかやだね。
して。いや、そうだ、やっぱだから本当の両親ではないんだ、息子とは言うけど。千秋は養子です。それまで児童養護施設にいたとありますね。なるほどね。なんだろう。闇深いわね、やっぱいろいろとね。あ、どこに置こうかな。だから本質的にさ、一番悪いやつって誰なの？こうなってくると。やっぱあれ？あの、黒岩財閥が私やっぱ一番ダメなんだと思うんだけど、どうなの？今でも送れないのよね。喫茶店でも行ってちょっと気分を落ち着かせましょう。こんにちは。こんにちは。マスターにヒゲが。本当だ。注文していたつけヒゲが届いたので早速つけてみました。その、どうでしょうか。すごくダンディーでおしゃれだと思います。ありがとうございます。そう言っていただけて安心しました。他のお客様からも反応がいいのでこのまま続けてみようかと。しかしまだ少し照れてしまいますね。かわいい。見た目を少し変えただけで心のありようは変わったような感じで少し驚いております。仮装と似た心境なのでしょうか。いつもの自分と違うと思うだけでいろいろとためらいがなくなるようで。本土で働いていた頃ハロウィンが近づくとお客様が仮装を楽しんでおられましたが、こんな気持ちなのかとガッテンがいきました。桜さんのご助言のおかげです。本当にありがとうございます。素敵。マスターはね、やっぱいいよ。元のビジュアルがやっぱ最強だから。今度の石はピンクオパールじゃないかと思う。これも島で見つけたんだよな。珍しいばかり見つかるな。総額、テンション上がっちゃうね。あげ。あと、文字くんから来てるんだけど。今日いきなりマスクのゴムが切れた。しかも2回、おかしくない？迷信とか信じてないけど、それ何かと。でもマスクのゴムが切れるなんて私頻繁だよ。マジでマスクによるんだと思うよ。でもダメなマスク使ってるときは、パン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 切れたよ。最悪と思ったもん。なんかどうでもいいタイミングで切れたらのは別に平気だけどさ、外とかね、お店とかで切れると悪夢だよね。これまで上がってきたかも。この石も恋を導く石に関係があるみたいだ。へえ。ああ、どうしよう。千秋の過去について。ちょっと待って、文字くん先に返すわ。誰、怖いんだけど、そんな人いるわけないでしょ。まあ、マスクのスペアはいくらでもあるし、何度切れたっていいけど、超解毒パック。いや、超解毒パックだからダメなのよ。本当に。ダメダメ。もう来るか、ちょっとね。千秋の過去について。あ、待って、枯れた木出てる。チャオマダム。こんにちは。ごきげんよう。あれから調子はいかがかしら。マダムに恋を導く石の話を聞いた後からいろんな場所で珍しい字が見つかるようになったんです。そうなのね。これはマダムの力なんですか？それはどうかしら。石が見つかるっていうならそれはこの島からの贈り物。いつの時代でも愛の恵みはそれを知る人のところへ導かれていくものよ。ほう。きっとね。贈り物はこれで最後。最後の子を見つけてあげてね。それじゃやっぱさ、この人がやってんじゃないの。マダムがいた場所に何か光るものが埋まっている。いや、もう絶対マダムだよ。犯人はマダムよ。うわ、何を。いや、これは直接言った方がいいのかな。ちょっと待って、これは？そしたらちゃいます。これかな。いや、なんか難しい。
このなんていうの、なんかやっぱ千秋本人の口から聞く分にいいけど、別の人から聞くとさ、やっぱりどうしてもって感じだよね。ほら忙しいんだ、もじくん珍しい。ここ空調の風が直撃するな。天使が勝手にめくれてしまうし、風向きを変えてもらえないかな。ああ、タイトルわかります、検索しますけど。マジ君まだまだ忙しそう。他にも席空いてないし、今日は読書諦めよう。私割と空調直撃の場所がいいな夏だったらね、冬は嫌だけど。俺が話すことを分かった、君に話すよ。俺がどう生まれて育ったか。じゃあもう宴会行く？でも石遅れるんだよね。難しいわね。あ、どこに置こうかな。よいしょよいしょ、5個だね、とりあえず石は。じゃあまだ行ってないところ、廃棄場とか。待って、食堂でなんか作れないかな。あら、いらっしゃい。はい。あ、チーズがあれば作れるって。また来てちょうだいね。ちょっと買いに行こう、買いに行こう。チーズと牛乳ね。よいしょ。差し入れてくれたし、ルビーじゃないか。どんどん高価な石が見つかるな。まだまだこれが最後って言ってたよ、と。チーズ、ね。いらっしゃい。はい。チーズ。また来てよ、お客さん。じゃあまだまだ何の石が見つかるか把握してるのか。もういちいち疑問に感じるのはやめておこう。そうだね、ちょっとなんか無駄だよね、うん、いらっしゃい。あと牛乳買って。また来てよ、お客さん。これでとりあえず揃ったかな。ヤスリのようなもの手に入らないか。これあれじゃ、なんか作ってくれるんじゃない。やっぱ今までもみんなさ、こういうの送った後ってさ、そういうの求めてきてね、作ってくれたりしたよね。そういう感じ。楽しみ。ちょっと重めの面会ですよ。こんにちは。こんにちは。前の面会で言っていただろう、思い出したことを話すって。少しずつ話すことになるけど、聞いてくれる一気に話してしまうと。全然いいよ、それで。ありがとう。君にはちゃんと説明したいから。じゃあ最初から。俺が生まれた頃から話すけど、聞いてほしい。俺が幼い頃、シンガポールで過ごしたのは話したことがあったよな。生まれてすぐ、教会の近くにある児童養護施設に預けられたんだ。だから、両親のことは全くわからない。なるほど。でも、施設では俺と同じで、親と離れた子ばかりだったし、みんな優しくてさ、不思議と寂しくはなかったな。楽な暮らしではなかったから、欲しいものも手に入らなかったけど。これでしょ。よく覚えていたな。覚えてるよ、そんなの当然でしょ。誰だと思ってんの。最後の方は短くなった鉛筆の尻同士をくっつけて使っていたよ。それでもその頃は満足していたんだ。それから10歳になる頃だったかな、鉄を黒岩がやってきたのは。なんかさ、10歳の時にさ、いきなり来られても困らん。もうこっち物心ついてんだけどって感じ。初めて見る彼は上等な服に身を包んで、いかにもお金持ちの男性っていう感じだった。養子を探しているって話を盗み聞きしてたから、誰が選ばれるんだろうって、みんな興味津々だったよ。彼は、
子供たち全員を一別すると俺の前にやってきた。そして大きな手で俺の頭を撫でてくれたんだ。その時は素直に嬉しかったよ。選ばれたって誇らしく思った。初めて自分に家族と呼べる人ができるって。そう思ってた。なんか、そんなになんていうの？だってそう思ってたってことはさ、そんなにいい感じじゃなかったんだろうね。そうだな。選ばれない方が良かったのかもしれないけど。ほら。その後、すぐに養子縁組が整って、俺はアメリカに移住することになった。アメリカでの暮らしは、とても恵まれていたよ。どんなものでも取り寄せることができたし、食事はいつも専属のシェフが作ってくれた。でも、いつも一人だった。裕福な暮らしを手に入れたけど、俺に自由はなかった。なんか、いやまあ、その多分、養子をもらったのはさ、まあ、息子ってものが必要だったんだろうけど、かわいそうよね。だったらなんか、もっとなんかしなさいよと思うよね。外に出るときは、監視のための付き添いがついていたし、学校にも行かせてもらえなかった。学校に行かせてもらえないっていうのはちょっとあれだよね。まあ、あれか、家に家庭教師呼んだりとかか。勉強は、やっぱそうか。家庭教師がずっとついていたの。今考えると、ここでの生活とさほど変わらなかったのかもしれない。君がいるだけ、ここの方がずっといいけど。どうして黒岩さんはそんなことを？養父は、家族を求めていたわけではなかったんだ。まあそうだろうね。彼が求めていたのは、都合のいいおもちゃだよ。その証拠に、彼は自分の所有物である印を、俺に刻んだ。待って。あの何、タトゥーかなんか、そういう意味なの？背中にあるタトゥーは、養父につけられたものなんだ。うわ、最悪。彼は嬉しそうに言ったよ。花が葉を求めても出会えないように、お前がいくら望んでも、お前の本当に欲しいものは決して手に入らない。待って、気持ち悪い。ちょっと気持ち悪くない？鉄を。それを忘れないように、お前に刻んでおこう。って。最悪。ちょっと待って。私は真正面見るよ。大丈夫だよ。そんなに気遣ってくれなくても。道理でタトゥーを見た時に、すべて思い出したはずだよ。養父の忘れさせないっていう思いが刻まれたものだったんだから。面会終了のお時間です。今日の話はあまり気にしなくていいから。いやちょっと本当に本当に私いや鉄道、延長ですか。まあいいでしょう。須田監視から許可が降りていますので。なんかまた時間になりましたらお呼びします。鉄を引っ張られてやりたいわね。変に気を使わせたかな。俺がタトゥーの話なんかしたから伸ばしてくれたんだろう。そんなことないよ。千秋は子供の頃の話をもっと聞きたいなと思って。子供の頃の話、友達と遊んでいたことくらいしか覚えてないけど。何して遊んでたの？施設の近くの教会が広かったから、そこで遊ぶことが多かったかな。いつでも誰でも出入りできたから、雨の日なんかは格好の遊び場だった。かくれんぼじゃない？懺悔室はよく隠れたよ。鬼が懺悔室を探したのを見届けてから隠れるんだ。あまりに見つからないから置いてかれたこともあったっけ。一番辛いやつよね、かくれんぼでね。勝手に遊び場にはしていたけど、シスターも教会に入ること自体はうるさく言わなかったから。楽しそう。遊び道具なんて持っていなかったから、体を使って遊ぶしかなかったんだ。日が落ちて暗くなるまで遊んでた。礼拝の時だけは自由に遊ぶってわけにはいかないから、いつも終わるまで待ってた。その時は普段より強くお香の香りが漂っていて、その中で祈りの言葉や説教が始まるんだ。聖歌が歌われることもあったけど、俺はずっと早く終わらないかなって思ってた。あ、すごい。これもそっとしとこう。
私教会ってあんまり行ったことないのよね。お寺とかねえ、そういうのあっても。懐かしい。あの頃の聖歌が頭の中に聞こえた気がする。私にも聞こえた気がした。聖歌が流れると心地よくていつも居眠りしていた。いつの間にか礼拝が終わるとシスターがそっと起こしに来てくれるんだ。神様には内緒ですよって言って。素敵。礼拝の間中寝てたなんて罰当たりだよな。いや素敵本当。怒ると鬼のような形相で追いかけてくるんだけどな。起こしに来る時だけは優しかった。俺があまりに気持ちよさそうに眠っていたからかも。ありがとう。俺が養父の思い出に引きずられないように話を変えてくれたんだろ。でもおかげであの頃のことを懐かしく振り返れた。君に聞かれなかったら思い返すこともなかったから。そうね、これかな。ああ、そうだな。また機会があれば。もう時間か。ちょっと早いわね。先ほど何か音楽が流れてきたような気がしたのです。流れてません。こちらではないようですね。失礼いたしました。面会終了のお時間ですので速やかにご退室ください。ああ、気をつけて。それじゃあまた。いや、まあ素敵なエピソードでしたよ。ただ私はもうちょっと鉄をよ、本当に鉄を。本当に少し試してみたいことがあって。悪いことにつかないか頼めるか。オッケー。ちょっともうね。いらっしゃい。いや、ちょっと鉄を倒したい。また来てよお客さん。じゃ、これだけちょっと入荷じゃないわ。お届けして終わろうかな。マスターのヒゲどうだった？そう、ダンディーだった。そう、すごいダンディーだったのよ。これでいいかな。お、メッセージ来てる。渋いイメージなのか。提案がうまくいったんだな。そうなのよ。すごい行ったり来たりね、今ね、向こう行ったばっかりなのに。お、これで作業を進められそうだ。何、ちょっとどこに置いたの。置いてある。やっぱあの石に使いますって感じよね。はい、ということで、あ、そうだ、ギャラリーちょっと見とく。これだよね。待って、今さ、クエスト的にはあと5枚。この写真だよね。いや、なんかまあこのなんかこれでわかるよね。この悪いけど、この黒岩はこう鉄尾が悪者なんだっていう顔な感じね。ちょっと、はい、ということで今回これで終わりたいと思います。そろそろ真相分かってきそうな気もするんだけど、どうなんだろうね。はい、ということでバイバイ。